このゴムの結び方、なんと警視庁のツイッターで紹介されたゴム跡がつかないゴムの結び方なんです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこのね、結んだ時のゴム跡を残さない結び方をご紹介します。もう暑くなってきて、もう結構ポニーテールだったりとかね、ハーフアップだったりとかまとめる方って結構多いかなと思うんですけれども、その時に多分使うゴムとかね、こういったヘアゴムを使う方がほとんどかなと思います。このヘアゴムの結び方を変えるだけで、外した時にゴム跡を残さない方法になりますので、もうこれからの季節めちゃくちゃ使える方法だと思いますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。でまずもうポイントとしては、まず一つ目なんですけど、髪の毛が完全に乾いてる状態、これが絶対ポイントです。ちょっとでも濡れてたりとかするとやっぱり癖がついてしまうので、しっかりとね乾いてる状態にまずはしておいてください。そして結ぶ時のポイントなんですけど、まあ一回ゴムを通します。一回通しただけです。で一回転まずねじります。でもう一回転ねじります。で髪の毛の量が多い方だったりとか、3回転ぐらいねじってください。で3回ねじった状態でもう一度髪にくぐらせます。こんな感じで若干緩い感じになるかなと思うんですけど、本当緩い方に関してはぐっと締めてあげるとしっかりと止まります。この状態でやるだけでゴム跡がつかないんです。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。でポイントとしては、まずね髪の毛がしっかりと乾いてる状態、ちょっとでもね濡れてたりとかするとゴム跡ついてしまうので注意してください。で、ゴムを通した時に1回2回3回、まあ3回ぐらいねじってね、くぐらしてあげると、まあ大体の髪質の方がしっかりとまとまってくれるかなと思います。ちょっとでもね、緩い方に関してはギュッと絞ってあげると、しっかりとまとまります。ね、ちょっと騙されたと思って皆さんやってみてください。通常のね、ゴムの結び方よりも絶対跡がつかなく、まとまってくれるかなと思いますので、ぜひ皆さん、よかったらやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。